小鶴誠は、福岡県飯塚市出身のプロ野球選手、コーチ。美しい打撃フォームで、風貌も、ジョー・ディマジオに似ていたことから、和製、ディマジオと呼ばれた。シーズン打点数、塁打数、得点数の歴代1位記録保持者。セリーグ初の本塁打王、打点王を獲得し、セリーグ初の最高主君選手とベストナインも受賞している。 飯塚商業専修学校を経て、社会人野球の八幡製鉄所でプレー軍需工場のため転職が認められていなかったことから、大学進学の名目で出身地にちなんだ飯塚誠の偽名を使い、これを登録名に用いて1942年に名古屋軍に入団。場内アナウンスされても自分のことではないような不思議な感覚だったという。 コズルの打席での構え1年目からレギュラーとして活躍。1944年は王将のため球団に在籍しなかった。コズルは晩年に大学に進学したのは大学で勉強するつもりはなく、野球をするために大学の夜間部に通ったと振り返っている。1946年に中部日本軍に復帰するものの、1948年に 球団代表の赤峰正氏が辞任に追い込まれると、後を追って対談。QA フライヤーズに移籍した。この間、後に、小竹ロビンスの監督も務めた、新田京一に指導を受け、腰の回転を使い、ダウンスイングで打つゴルフスイング打法を習得した。肩を怒らせ、腕力で打つ選手が多かった。当時の強打者の中で、小柄で、 腕力もない骨鶴の腰の回転を利用した円滑なスイングは新鮮であった。シンタが元ゴルファーだったこともあり、ゴルフスイングは当時の流行語となった。しかし同時に、その名称から、下からアッパースイングで打つ打法という誤解も招いた。1949年に大エースターズに移籍した後、バットを力まずに振る感覚を身につけ、 打撃奨励のためのラビットボールと呼ばれる飛ぶボールが採用されたこともあり、飛躍的に打撃成績が向上した。同年は打率361で首位打者を獲得。1950年、招致クロビンスに移籍、岩本義行、大岡虎を金山二郎らと共に水爆打線と呼ばれた強力打線を形成した。この年は前年に生まれた。 藤村文雄の日本記録の46本を更新する47本を放ち、さらに11月2日の大太陽ホエールズ戦の3回において、太陽の今西蓮太郎からレフトへ、日本プロ野球史上初のシーズン50本目の本塁打を放つ。シーズンを通して130試合の出場で打率。355.51本塁打、161打点の成績で、 リーグ優勝に貢献。打率は362の藤村文雄に及ばなかったものの、本類だ。打点の2冠とシーズン MVP を獲得した。この年は28盗塁を記録し、しかしシーズン終盤に追巻版ヘルニアを発症し、日本シリーズでは活躍できなかった。なお、川上哲二のボールが止まって見えたという言葉について、 実際には小鶴が50本塁打を達成した際の発言で知名度のないコ鶴ルでは記事にならないからという理由で放置新聞の記者が川上の発言に変えたとする説がある。翌1951年からは飛ぶボールの廃止と追患板ヘルニアの悪化により成績を落とした。治療法もない時代であったため腰の痛みで感覚がなくなるほどだったという。1953年に 広島カープへ移籍。石本周一監督と、孫募金で資金を集めた広島市民の熱意により、移籍が実現し、9回の大スター入団に、広島の街は湧き返った。往年の力は発揮できなかったが、この年は、自己最多の33盗塁を記録するなど奮闘し、ファンも意気に応えて、人気投票1位で、オールスターゲームに送り出した。計6年間勝率が低かった。 当時のチームを支えた。1958年に現役引退。打撃のみならず通算240盗塁を記録した瞬速と守備における強権も評価が高かった。小鶴のスイング1958年に現役引退したが、実際は同年のシーズンオフにチーム若返り作の名目で戦力外を告げられていた。その時、 ポズルは、球団代表の川口号に対して、実力の劣る選手がいるのになぜ自分なのか。まだまだ現役でやれる自信がある。この球団は、広島ガツが強すぎる。引退を進めるならば、コーチ就任の話ぐらいあってもいいのではと不満をぶつけている。それに対して加工は、君は、性格的にコーチは向いていないだろう。それに、現役時代より、給料は、格段に落ちる。 ならば、優退とした方が、すっきりとするのではないかと説得し、小鶴も受け入れた。後に、加工は、球団幹部だった、松田つねじから、小鶴に引退してもらったのは、白石監督をやりやすくするためだと聞かされたという。その後、白石率いるカープは1960年に、球団初の勝率5割を達成したが、 白石から門前正人が監督を引き継いだ1961年から1962年は、チーム成績は低迷し、観客動員数も落ち込んでしまう。危機感を抱いた、球団社長の伊藤信幸は小鶴を監督として、招聘しようとするが、球団役員の意思統一が図れず、伊藤は辞任してしまう。代わって、球団社長に就任した松田つ治は白石を監督として、 最小兵したため、小鶴がカーアップに復帰する機会は永遠に失われてしまった。引退後は、ラジオ、関東解説者を経て、国鉄、三経・阪神で、コーチスカウトを歴任。阪神時代は、当主として入団した桑野義を打者に転校させたほか、掛布正幸の入団テストを担当。球界から離れた後は、東京都練馬区でビルから、 完璧まで、バッティングセンターに通い続け、毎日200球ほど打ち込み、打撃を追求し続けていたという打撃の職人であった。1980年、野球殿堂入り。2003年6月2日、寝室再動のため、東京都豊島区の病院で死去。満80歳没。節目の記録その他の記録週刊ベースボール2012年4月16日号、P78。 プロ野球列で不滅のヒーローたちのゲスト、出演時の発言。ベースボールマガジン2012年1月号51ページ1963年に野村克也に破られるまでは日本記録で、1964年に大田春に破られるまではセリーグ記録であった。161打点、143得点376塁打は現在でも日本プロ野球記録である。 松尾雅宏。健康一筆。我が故郷が生んだ、大打者、小鶴誠。産経スポーツ。https、w w w s a n s p o トコ c o m ベースボール、ニュース、2014万723。ヒグ14兆723億1130万 1N1。html2021 年1月3日閲覧。最高の野球人、川上哲二。 ケアニュースより、ありがとうございます。